神の目は港に運ばれている可能性が高い。急いで港へ行くぞ。カルバレイジへ行きたい？ちょうど前の船が出たばかりだよ。間に合わなかったか。その船に大きな荷物を乗せなかったか。よく知ってるな。やけにでかいやつを港の人間総出で運び込んだぜ。陛下とヒューゴ様に事情をご説明してくる。待ってろ。アトワイト、カルバレイスというのはかつての第二大陸のことか。ええ、そうよ。それなら船だと例の場所の近くを通るのではないか。私も同じことを考えていたの。あの方がまだあの場に残っているならぜひ合流したいものね。船を出してもらえるよう陛下に頼んでみるぞ。ユーゴ様。おお、その様子だとスタデイライズ神殿で何かあったと見えるな。スタンたちにはヒューゴ様にも報告すると言ったけど、できるなら会いたくない相手でしたね。どうしたリオン、事情を話してみろ。犯人に逃げられてしまったのか。まったく恥をかかせてくれたな。何？抑えてください、坊ちゃん。では、私が陛下に取り合ってすぐにでも船を用意してもらおう。結構です。私が直接陛下へ申し上げます。任務を失敗したお前が一人参上したところで陛下は何と思われるか。さらに、事態はセインガルド国内だけの問題ではなくなっている。いえ、私一人で陛下を説得してみせます。それであれば構わないが、本当に私の助けを？何度言わせるんだ。あなたの助けなど結構。僕はあなたを頼らなくてもこの程度のことは一人でやれる。坊ちゃん、なんて言い方を。失礼いたします、国王陛下。リオンよ、神の目の件はどうなった？そのことで至急陛下にお頼みしたく参上いたしました。よし、話せ。結論から申しますと、神の目は神殿内部の者によって奪われました。なんだと？ヒューゴめ、あやつの言葉を信じた結果はこれか。やはりいくら腕が立とうと子供ばかりに任せたのが失敗だった。ドライデンだ、今すぐドライデンを呼べ。陛下。リオンよ、そなたはもうよい、下がっておれ。お聞きください。今は弁解などを聞いている余裕はない。事態は急を要しておるのだ。陛下、弁解などするつもりはありません。しかし私は諦めるつもりもありません。何だと？犯人の名はグレバム大司祭。現在神の目を持ってカルバレイスに向かっております。カルバレイスだと？そして私は今グレバムの犯行を目撃していた人物も掌握しています。陛下が船をご用意してくだされば、私が必ず神の目を取り戻します。そこまで言うのであれば分かった。世の船を用意させよう。しかし少しばかり時間がかかる。それで問題ないのか？はい、陛下を失望させるようなことは絶対にないと誓います。やりましたね、坊ちゃん。ああ。して一つ尋ねるが。何でしょう？ヒューゴはこのことを承知しているのか？なぜでしょうか？質問しているのはユーだ、質問に答えよ。はい、承知しております。ならば安心だ。しかしなぜヒューゴは共におらんのだ？そなた一人に任せるとは
全く無責任な男だ。そんな、ひどい。坊ちゃんは一人でだって。サル、黙っていろ。でも、ええか、私のいない場所で私の評価を決めないでいただきたいものですな。ヒューゴ。おお、ヒューゴか。なぜ姿を見せなかった。愚息とはいえ、私には親としてリオンを助けてやる義務がありますからな。リオンから事情は聞いておりましたので、すぐに出航できる船を手配しておりました。おお、さすがヒューゴじゃな。やることに抜かりはないということか。リオンよ、先ほど言った通り、世の船の準備には時間がかかる。そなたは親心に感謝し、すぐに神の目を強奪した犯人を追え。かしこまりました。船の準備が整い次第、すぐにでも出航いたします。船で国を出るってことは、しばらくはセインガルドに戻ってこられませんよ。確かにそうなるな。それに港へ行ってもまだ船の用意もできていないでしょうし。それならその前にきちんと会っておきたいな。坊ちゃん、王様に言われたことをあまり気にしちゃダメですよ。大丈夫ですよ。坊ちゃんの本当の実力は僕がよく分かっています。今回の任務が終わった頃には王様も絶対に坊ちゃんを認めてくれますよ。あ、そうだな。出航する前にきちんと会っておきたいな。お帰りなさいませ。お早いお帰りですね。いや、まだ任務の途中なんだ。そうでしたか。それでしたらお茶にいたしましょうか。ありがとう。でもすぐに出なければならないから、詳しくは話せないけど、しばらく屋敷には帰ってこれないと思う。承知しました。それで期間はどれくらいになりますか。わからない。すぐに終わるかもしれないし、長くなるかもしれない。顔を上げて元気を出しなさい、エミリオン。何か嫌なことでもあったのね。それもお父様のことでしょ。何を言うんだ、そんなんじゃ。あなた小さい時からそうだったわ。お父様のこととなるとそんな顔をするのだから。ヒューゴ様、お父様の名前が大きすぎて嫌な思いもたくさんしてきたのだろうけど、それでもあなたはあなたよ、マリア。でも僕はエミリオ、もしも辛いことの方が多いのなら、名前を戻してはどう？何を言うんだ、マリアン。僕は名前を戻すなんてこと、絶対にしない。ねえ、エミリオ。私は、あなたが名前を変える決意をした日も覚えているわ。それまでに、あなたがどれほど苦しんできたかも。あなたはよくやったと思うの。だからもう、マリア、それ以上言わないでくれ。エミリオ。大丈夫。どうやら僕は自分が何をしたいのか忘れていたみたいだ。ヒューゴの息子ではなく、僕が僕であることをみんなに認めさせてやる、そのためのリオン・マグナスだ。わかったわ。それは誰が決めたでもない、あなたの決意なのね。だったらもううつむいてはダメよ。エミリオ、頑張りなさい。そして辛くなった時はいつでも泣きなさい。そうしたらきっとまた元気も出るわ。
僕が泣くわけなんてないさ。エミリオ、時間はよろしいの？ああ、そろそろ行くよ。気をつけて、行ってらっしゃい。行ってくるよ、マリアン。それで、すぐに任務を終わらせて帰ってくる。それにしても、大きくなったわ。時が過ぎるのなんて、早いものね。そろそろ船の準備もできているでしょう。港へ行きましょう、坊ちゃん。